疲れ様です。広報室の竹内です。鳥獣対策室鈴木です。鹿王子って呼ばれているみたいで、はい、本当ですか？そうですね、職場の人が気づいたらそう呼んでくれるようになりました。鹿王子に聞いてみたいことがあるんですけど、はい、ジビエフェアっていうポスターを見かけて、はいはい、そもそもジビエって何なんですか？ジビエっていうのは野生動物のお肉。何の動物のお肉なんですか？鹿、イノシシ、ウマ、アナグマ、アラス、キジとかそういうような動物も食べられていますけれども、特に鹿とかイノシシが多いなっていうような感じですね。食べれるんですね。食べれます。ジビエの活用広がっていて、もともとフランスのものだったんでフレンチはもちろんですけれども、イタリアンだったり和食だったり、幅広いジャンルでジビエのメニューが広がってきています。ジビエフェアではジビエ料理を食べれたりするんですか？そうですね、ジビエフェアっていうのが一言で言うと、皆さんがジビエってどこで食べられるのっていうのの疑問に答えるようなまとめサイトみたいなものですね。ぜひ皆さんもですね、概要欄の方からですね、チェックいただいてですね、お家でもお店でもジビエを楽しんでください。なんでそのジビエを推してるんですか？今野生動物がですね、農作物を荒らしてしまうっていうような問題があって、特に鹿とかイノシシがひどいんですけれども、その鹿とかイノシシを対策として取らなきゃいけない、だけれどもそのまま埋めたり燃やしたりしてしまうのはもったいないし、埋めたり燃やしたりするのにも手間がかかる、場所が足りないっていうような問題もあったりするので、それだったら地域の資源としてジビエとして活用しましょうっていうようなことでジビエを推進しています。食べる以外にも活用方法があったりするんですか？ペットフードの利用もかなり増えていますし、あとは皮の利用も増えていて、実はこれ鹿革のネームホルダーなんですけれども、すごい、そういうふうにペットフード、革の利用もかなり広がってきていますし、ジビエの魅力を教えてください。低カロリーなのに栄養が豊富というところが、鹿の肉は、牛に比べて大体カロリーが半分ぐらいっていうふうに言われていて、なのに、タンパク質、鉄分、ビタミン豊富みたいなことが言われていますし、鹿肉いいですね。そうですね、まさに竹内さんみたいなダンサーだったりアスリートの方だったりにもやっぱりジビエいいよねっていう形で結構注目がされているような食べ物なので、ぜひいっぱい食べてみてください。とムキムキを目指してそうですね、ムキムキを目指して、はい、でこっち側向いていただいて、こう開いた状態で重ねる。あら、なんという、まさかの、ね、できてるな、できてるな、これ。なんでなんで。ちょっと皆さん。音を聞いてもらえばいいですか？はい、音だよ、音だよ、はい。